はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、みのけんじです。さあ、本日の動画は、現在ね、ドスパラで春の大感謝祭の第2弾がやってますので、そちらのご紹介をしていきたいなと思います。で、このセール期間が5月の13日の水曜日までとなってますので、ご注意くださいませ。で、まずこれ、税込みの3000円以上をお買い上げプラス、このキャンペーンにエントリーする必要があります。で、このエントリーするのに、まずはモバイル会員になる必要があるので、そこはご注意くださいませ。で、キャンペーンの詳細見ていくと、キャンペーン期間中、これは通販だと、5月の14日、木曜日の11時までですね。店舕だと5月の13日までみたいですね。で、キャンペーンのエントリー締め切りが5月の14日の23時59分まで。で、これが内容ですね。モバイル会員の限定のキャンペーンですね。まあ、このモバイル会員はね、誰でもなれるものなんで。で、こちらのリンク先からモバイル会員はなれます。この QR コードを読み込めばいいかな。これが一番早いですかね。で、この期間中、ドスパラで税込み3000円以上お買い上げ、プラスエントリーで、総額300万円分の豪華商品が当たるというものですね。で、さらにキャンペーン期間中のお買い上げ金額合計が税込み6万円以上なら当選確率がなんと3倍。税込み1万円以上なら当選確率2倍と。で、この期間ね、この金額ですね。これが期間中複数回お買い上げいただいた場合の双方を合算した場合ですね。何回買ってもその合計が1万円以上なら当選確率2倍、6万円以上になれば3倍になるっていうことですね。で、肝心の商品ですね。今こちら、一覧がこちらになってます。BenQ の 240Hz のモニターですね。これは。これが5名様。こちらが ViewSonic。27インチの 144Hz ですね。で、グラフィックカード RTX の2070スーパー。これパリットのやつですね。でこちらもパリットの GTX の1660。いずれも5名様までですね。で、こちらがデバイス類。ゲーミングヘッドセット、レーザークラーケンのグリーンですね。これが10名。で、こちらキーボード。レーザーのサイナスクローマ JP。日本語配列のこれメンブレンのキーボードですね。が、これも10名様。で、こちら、レーザーのデスアダー V2。最新のデスアダーですね。最近モデルチェンジしたデスアダー V2。これめちゃくちゃいいマウスですんでね。かなりおすすめですよ。で、こちらがマウスパッド。まあ、レーザーゴライアス、コスミックMスピード。スピードタイプのマウスパッドですね。サイズは M なんで、そんなに大きくはないものですね。で、こちらがウェブマネーの2000円分が1000名。これ結構当たりやすいかなって思いますね。で、これがキャンペーンの期間中に買い物をした3000円以上買い物してモバイル会員になってるとこちらの商品が当たるかもしれませんよっていうことですね。これかなり豪華商品ですよね。しかもこれ5名とかモニターでも5名とかかなり太っ腹じゃないですか。3000円以上なんで別にゲーミング PC とか買う必要もないし、普通に PC のパーツ、まあゲーミングデバイスでもいいですし、あと結構おすすめなのが PC パーツこの周辺機器ですね。この辺もこのキャンペーンの対象になってるんで、これは今週の特価品なんですけれども結構お得になってますね。この辺のハードディスクとか普通に Amazon で買うよりも全然安く買えますね。バッファローの外付けのハードディスク 4TB 8619円プラスで、まあ、だいたい9400円、9500円ぐらいかな。税込み。で、プラス、キャッシュレス還元もされるので、結構お得かなと思いますね、これは。SSD も結構安いですね。まあ、この辺の PC パーツは、まあ、自作の PC とかしてる人じゃないとなかなか買わないとは思うけれども、ハードディスクとかね、SSD は結構いいんじゃないかなと思いますよ。まあ、あとは普通に、ゲーミング PC を買うか、ゲーミング PC 買えば、まあ自動的に、この3000、まあ6万円以上の買い物をすることになるんで、
まあ、当選確率3倍と。かなりお得なキャンペーンじゃないかなと思いますね。まあ当たればですけどね。まあこれは、ここに載ってるやつは春の大感謝祭のものというか、そういうものではなくて、まああくまで一覧というか、おすすめのものですね。ドスパラの人気のゲームの PC ランキング1位、2位、3位。1位が、ガレリア XF、マインクラフト4、Windows 10マスターコレクション同行版と。で、スペックは Windows 10 Home で、CPU が Core i7 の 9700F。で、GPU が RTX の2070スーパーで、メモリが 16GB の 2TB のハードディスク。SSD が 512GB と。まあ、こんな感じですね。これがまあ一応人気。まあ、ドスパラの一番人気のゲーミング PC ですね。まあ、コストと、まあ、あとはパフォーマンス。コスパに優れてるっていう感じですよね。2070スーパー搭載して CPU Core i7 で、まあ、164,980 プラス税と。まあ、だいたい18万ぐらいですかね。合計だと。で、それにキャッシュレス還元と楽天ポイント、このドスパラの還元ポイントとかもついて、このドスパラのポイントはですね、Steam とかのアカウントで持っていれば Steam でも使えるので結構これ便利ですよ、ドスパラのポイントは。でさらにキャッシュレス還元されて楽天ポイントもつくと、かなり ね、お得になってますよね。だいたいね、PTO サイトのポイントはつくけど、楽天ポイントまでつくってのはドスパラぐらいかな。この辺もドスパラ人気のね、ある秘密というか、秘訣というか。ドスパラはね、かなり人気なんでね。まあこのケースのね、デザインに関してはちょっと、もうちょっとバリエーションあればいいのになとは思うけれども。まあガレリア独特の感じだよね、これね。ガレリアの前側に、USB の 3.0 の端子が2つついてて、SD カードをね、スロットついてるっていうのも結構ありがたいですよね。で、まあ、マインクラフトのがついてるっていうのがこのエディションの特徴ですね。まあ、さすがは一番人気のもの、感じですよね。お得な感じ。で、さらに、キャンペーンの、に当選すれば、何かしらいいものが当たると。このね、BenQ の 240Hz のやつもかなりいいですし、このね、グラフィックカードはね、どうなんだろうなって感じですけどね。当たれば当たっただけで、まあ嬉しいけど、自作でもすることがない限りは別に特にいらないですしね。でもこの中で、まあモニターがかなり太っ腹なのと、あとこの SRV2、これがね、10名様に当たるっていうのがかなり太っ腹ですね。本当にこのね、SRV2 めちゃくちゃ性能良くて、めちゃめちゃおすすめのゲーミングマウスなんですよね。それが10名様ですよ。すごいよね。いやー、これはね、かなりお得ですよ。単純に、まあゲーミング PC が安くなってるっていうセールは多いけれども、こういう風に、まあデバイスだったり、モニターだったりを、が当たる可能性があるキャンペーンっていうのはなかなかないんで、これはね、利用する価値というか、まあもちろん当選するかどうかわかんないですけれども、結構確率は高くなるんじゃないかな。6万円、まあゲーミング PC を買えば6万円以上には必然的にはなるんでね、かなりおすすめのキャンペーンというか、今このキャンペーン、まあ今これ5月13日までやってるんで、この期間に買うんだったらドスパラは結構おすすめかなって思いますね。本当にこれ、こんなにね、キャンペーン、まあこのプレゼントキャンペーンっていうのはよくあることなんだけど、他のメーカーとかでもね、ここまで商品が多くて、さらに最低でももうモニターとかを5名までくれる、まあちゃんくれるなんて、なかなかないですからね。まあこれもコロナの影響もあってのものかもしれないですけれどもね。まあとにかくこれを利用するのがかなりお得ですよと、っていうことですね。はい、それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価などよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。